はい今回はスウェルの管理画面を上から順番に解説していきたいと思います、はいで。別動画で記事の書き方に関しては解説してますんで、記事の書き方はその別動画をご覧ください。では早速、このダッシュボードですね、管理画面の説明をしていきたいと思いますで。まず上から順番に行くので、このブログのタイトルのところですね、これをクリックします。そうすると、ブログのトップページが開くということ。 感じですね、まあ、これで今、サイトの状況がどうなっているかというのを確認できます。で、もう一度、ワードプレスのダッシュボードに戻りたい場合は、ここにダッシュボードってあります。このタイトルを直接クリックしても戻りますね。はい。まあ、いろんなやり方あるんですけど、サイトを表示とか、このタイトルの部分をクリックする。これで、ダッシュボードとブログのトップページを行き来できますということですね。で、次。 ホームですね。これはあんま使わないですけど、ホームを押すと、まあ、ホームに行けるというだけです。これはあんまり使わないです。で、次、この更新ですね。で更新の横に2という数字が出てますけれども、この数字がないときは、まあ、更新の必要がないっていうことですね。ただ、数字が出ているときは更新する必要があります。なので、更新をクリックします。そうすると、更新されてないプラグインと、ワードプレステーマが出てきます。はい。例えば、スウェルですね。 スウェルを更新するときはチェックを入れます。で、すべて選択を押すと、基本的に全部チェック入るんで、すべて選択をクリックした状態でテーマを更新ですね。はい、テーマ更新。スウェルの更新に成功しました。ということですね。で、まだ更新残ってるんで、もう一回いきますね。で、プラグインの更新残ってるんで、これもすべて選択でプラグイン更新します。 で、更新する必要がなくなった場合は、ここの数字が消えると。消えましたね。はい。これで OK ですね。で、次、更新の下ですね。投稿。いきます。これが投稿一覧になります。過去に書いた記事がここに一覧になってまして、すべて。これはすべてですね。公開しているものと下書きのものを合わせてすべてになります。公開済みのものはここ。 公開済みをクリックすると出ます。下書きは下書きをクリックすると出るということですね。で、新規追加で新しい記事が作成でき,できて、まあ、ここら辺、編集って押すと過去の記事を編集できますと。で、クイック編集は、まあ、軽く編集できるという感じですね。まあ、僕はあんまり使わないですけど、カテゴリーとか日付をちょこっといじるときに使います。はい。で、ゴミ箱移動ですね。これ消すときですね。はい。で、プレビューは、えー、この中身が何てかどんなのが書いてあるのかっていうのをプレビューしてくれますということですね。はい。 で、投稿っていうのを押すとですね、この下に、投稿一覧、新規追加、カテゴリー、タグっていうのが出てきます。投稿一覧はこの画面、今の画面が出てきます。新規追加はですね、記事が新しくできます。まあ、ここの右上の新規追加、ここですね。この新規追加とこっち一緒なんで、まあ、どっちを押しても大丈夫ということですね。で、カテゴリーですね。カテゴリーを押すと、カテゴリーの設定ができます。はい。新規で作る場合は、ここに名前。で、スラックですね。これは、あの、英語を入れます。 こんな感じですね。ここに英語ありますけど、半角英語を入れます。で、名前は日本語で OK です。はい。で、新しいカテゴリーを作ると、右側に追加されます。ちょっと入れてみましょうか。まあ、このブログも使ってないんで、使ってないので、まあ、適当に扱っても今もはいいので、全然作っちゃいましょう。そうすると、ブログ解説。これでスラッ k スタート。まあ、ブログスタートとかの方,方が本当はいいですけど、まあ、これでカテゴリーができます。ただ、カテゴリーは安易に増やしすぎてはいけないんで、 そこら辺気をつけてください。はい。基本的にはそんなに作んなくていいです。っていう感じですね。はい。で、次。タグですね、まあ。ここはあんまり使わないでしょう。ということですね。はい。初心者の方に向けて動画を撮ってますので、このタグはすぐしますね。で、メディアですね。これは画像ですね。過去にアップした画像が出てくるということです。はい。まあ、画像に関しては、投稿画面。 記事を投稿すすす。るる画面かから追加するケースが多いいいで、ここはあんままり使わないかなと思います次、固定ページですね。投稿と何が違うのかということなんですけど、まあ、基本的には投稿を使って新規記事を入れます。固定ページは問い合わせとか、サイトマップとか、プライバシーポリシーとか、何ですかね、まあ、記事じゃないと言ったらいいんですかね。はい、ものに関しては固定ページを使います。 はい。ちょっとその辺のね、説明が初心者の方にどう説明していいかっていうのは難しいんですけど、まあ問い合わせフォームとかなんか記事じゃねえなみたいなのはもう固定ページでいいです。で、一般的なブログ記事は全部この投稿の方に入れるというふうに思っていただければと思います。で、こちらも新規追加というのがあります。この新規追加と、こ、ここの新規追加。2箇所ありますけども、どちらも一緒です。どっちで新規追加しても構いません。はい。次、コメントですね。コメントはまあ、コメント、 来れば、ここに出るんですけど、まあ、来ない場合は、えー、特に何もしなくていいですし、まあ、来た場合も、まあうん、あんまりいじらないですかね。はいまあ、どういうブログかにもよります、ここは。はい、ただ初心者さんは、初心者さんはまだいじらなくていいと思います。はい、ある程度、運営してコメントがなんかいっぱいついたってなったときに、Google 検索で調べればいいんじゃないかなと思っています。次、LP ですね。まあ、スウェルの場合、LP っていうのがあります。 で、LP は何かというと、商品を販売したりするページですよね。まあ、アフィリエイトじゃなくて、自分の商品、なんか、プログラミング教室を運営してますみたいなね。まあ、そういう場合に、LP でやります。まあ、商品を売る、なんか、プログラミングスクール募集とか、なんか、音楽教室募集みたいな、まあ、そういうのを作るときに LP 使います。はい。普通のブログ記事では使いません。というところですね。はい。次、ブログパーツってやつですね。で、ブログパーツっていうのは何かというと、まあ、いろんな記事で同じものを使いたい。 例えば、プロフィールですね。どの記事にも同じプロフィールを差し込みたいという場合ですね。はい。そういう場合にブログパート使います。あと、3記事ぐらい同じ表を使いたいとかですね。はい。そういうときにブログパートを使います。はい。で、このコードを入れると、記事に反映されるということですね。はい。例えば、このプロフィールフリーランスってありますけど、フリーランスの記事用のプロフィールなんですよ。これは。なんで、フリーランスっていうふうにね。 あの記事のタイトルに入っている場合、このプロフィールをこの呼び起こしているという感じですかね。はいまあ、記事によってプロフィールを変えたりもしているので、まあ、複数登録しているという感じですね。はい、という感じです。まあ、先にここで新規追加で登録しておくと、例えばどのプロフィール、ブログ歴、5年とかしましょうか、えー、フリーランス。これをご記事に入れたいという場合は、これだけ。 登録しておいてフリーランスプロフィールみたいな書いて、あとは公開しておけば OK です、はい。そうすると、フリーランスプロフィールっていうのが今作ったるからここに出るんで、このコードをコピーするだけでいいです。あと、コードをコピーする以外に、記事の書き方のところでブログパーツっていうのを呼び起こせます。なので、そのブログパーツからその選択肢、この4つ出てくるんで、選ぶという方法もあります。これは記事の書き方の動画で解説。 してますし、まあ多分分かると思います。慣れていけば。はい。で、用途っていうのがありますね。まあ、用途もねえ、一応名前入れたりできるんですけど、まあ僕は基本的にこのブログパーツ、ここと新規追加しか使わないです。次が広告タグですね。広告タグは、アフィリエイトの広告を入れられます。例えば、a 8 n e t からここになんか、a 8なんちゃらみたいな、こういう広告タグが出るじゃないですか。それをそのままコピーできるということですね。 で、タイトルは、まあなんか、えー、テキストみたいな。で、えっと、そうですね。どうしましょうか。商品 A、どうしましょう。で、商品 A の、その A8 とかから取ってきたやつをここにペタッと貼るわけですね。はい。で、基本的にはテキスト型と、あとランキング型とかは使うかもしれないですね、たまに。はい。でもテキスト型だと、その、そのテキスト広告が表示されると、ようですね。適当にこう取りましょうか。あ で、公開します。公開して、広告タグ戻ると、テキスト商品 A っていうのができます。この呼び出しコードを貼ると、ちょっと一回貼ってみましょうか。例えば、よくあるのが、まあ、ここにこう、貼りますね、ショコード。っていうのと、あとボタンに入れれるんですよね。スウェルの場合は。ボタンに、この広告タグを直接入力ってあるんで、ここにペタッと貼るんですよ。4298とそうすると、 ボタンじゃなくなっちゃいますけどね。あーってなります。これ、あのー、広告をちゃんと入れれば、ボタンになります。ただ、今回リンク差し込んでないんで、ただ単に、ここに、あーとしか入れてないんで、こうなっちゃうんですよね。はい、ただ、A8 からちゃんと取ってきて、そのままコピペすれば、ちゃんとボタンになりますか大丈夫です。はい。ちょっとね、今回、あの動画なんで、広告タグを公開できないんで、こんな感じになりますけど。はい。っていう感じですね。で、次ですね。吹き出しです。吹き出しが、 まあこれは事前に登録できるという感じですね。新規吹き出しを追加と。そうすると、ここにまあ画像をアップロードして、あとこの辺でこう、ポチポチ。本当にポチポチいじったらいいと思います。なんか枠とかいろいろ変わるんで。そうですね。これで登録できるということですね。そうすると、投稿画面にこのセットが出てくるんで、まあ、入力の手間が省けます。はい。例えば、今こうできてます。竹の吹き出しっていうのがあるんですけど、 投稿画面に行って、吹き出しを呼び起こすと、これがですね、出てくるんですよ。この右側ぐらいに。出てくるんで、これをまあ選べば、緑色の吹き出しができるということですね。で、事前に登録していない場合は、画像を一個一個設定してこの、まあ、この緑色に色変えたりとか、一個一個やるのがめんどくさいと、ね。その手間を省くために、この吹き出しセットというのを、えー、作ります。試しに一個作りましょうか。しい ちょっと画像を出すのがちょっと大変なんで、こんな感じにしましょうか。で、登録。で、開き出しセットの一覧に戻る。そうすると、人なしができました。はい。で、吹き出し用の画像を事前に用意していただければ、まあ、いい感じでできますということですね。次は滑る設定ですね。まあ、ここはね、結構難しいですけどね、あのー、公式サイトの設定を見ていただくのがいいと思います。公式サイトとか、あと、Google 検索してください。 この動画を見ると、ちょっと大変なことになります。多分、更新できてないんで、最新情報をしっかり仕入れてやってください。はい。なので、スェル設定と検索してください。はい。スェル設定みたいな。あと、公式にもマニュアルがあるんで、それをしっかりと見ていただければと思います。で、初心者の方は、スェル設定のエディター設定とか、エディター設定はいじってもいいですけど、基本的にいじらなくていいです。はい。まあ、色とか変えれるんですけど、 おまあ、初期の色でいいと思いますね。はい。ここに時間をかけるのが正直もったいないです。はい。色とかも全部変えれるんですけどね、本当に。ですけど、やめた方がいいと僕は思っています。はい。で、この下の、こういうやつとかもういいじゃなくていいです。はい。ですね。で、その下にある WPForms っていうのがあります。これはですね、えー、お問い合わせフォームのプラグインを WPForms を入れてれば出ますけど、他のやつを入れてれば出てこないです。 なので、まあ、これがなくても気にしないでください。コンタクトフォーム7っていう問い合わせフォームを使っている場合は、これ出ないんで、お問い合わせっていうのが別に出ます。はい。で、WP フォームズを使っている場合は、これは出ます。はい。っていう感じですね。これはまた別途になるんで、これを説明するとすごい長くなるんで、えー、まあ、ここにこういうのがあるよと、お問い合わせフォームをいじれるよというのをお伝えします。で、こっからの本番ですかね。外観ですね。で、まず外観なんですけど、テーマっていうのがあります。 で、ここにテーマが入ってます。スベルとザットールっていうのが入ってます。で、2023っていう、まあ、初期で入っているような、初期で入っているワードプレイステーマもあるんですけど、スベルを入れている場合、基本的にはこのスベルチャイルド、基本的にはというか、このスベルチャイルドが有効。で、スベルが入っているのを確認してください。スベルとスベルチャイルド2個入れて、スベルチャイルドを有効にします。はい。っていう流れになってますね。 で、テーマとかはうかつにいじっちゃいけません。これを押すとですね、削除とかもボタンもあったりするんで。あ、これはないか。はい、ね、削除できたりもするんで、ちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。はい。まあ、あんまりいじらないですね。で、次、カスタマイズですね。ここはいじります。カスタマイズを押すとこんな感じで移動します。上から順番に行きます。まず、サイト全体設定ですね。基本カラー。これでメインのカラーをいじれます。色を変えましょうか。 なんか、この辺変わりましたね。はい。この右の画面を見ながら、色を変えます。はい。で、基本的には、メインカラーだけです、変えるのは。他変えなくていいです。本当に変えなくていいです。というか、変えてはいけないぐらいに思ってもいいかもしれないですね、初心者の方は。上級者の方は全然いいですし、中級者の方もいいんですけど、えー、基本的にはもう、メインカラーだけです、変えるのは。はい。他は本当に変えない、変えないでくださいと言っていいぐらいですね。はい。で、変更した後、崩壊を必ず押してください。 はい、そうしないと変更が反映されません。ですね。で、次が基本デザインですね。基本デザイン。まあ、ここもですね、いじる、いじった方がいいのかっていうのはちょっと疑問ですね。初心者の方はこういうのをいじらない方が僕は成果出ると思ってるんで、えー、もうこのままにしといていいと思います。はい。い一応、なんかちょっとね、雰囲気を変えれるんですけど、サイトの。あのフォントとかも変えれます。 ま、C いて言えばフォントだけ変えてもいいかなと思いますけどね。うん、ただ、正直成果という面では、全く、全くとは言いませんけどお、そんなに影響出ないんで、ここはスルーでいいと思います。はい。ノーイメージ画像ですね。はい。アイキャッチ用のノーイメージ画像を指定,くだ指定してくださいということなんですけどお、アイキャッチ画像っていうのは基本的には1記事1記事設定していきます。これ、全部別の画像ですよね。はい。ですけど、これ設定し忘れたとか、 設定しない場合ですね。そういうときに表示される画像をここに入れます。はい。僕は設定してません。基本的には1記事1記事、アイキャッチ画像を絶対に設定するんで入れないんですけど、まあ、入れたい方はここに設定しておいてください。まあ、これはいらないかなと思いますね。で、タイトルデザインですね。まあ、これもね、これもやんなくていいですよね。うん。いろいろ変えれるんですけど、タイトルのデザインを。ただ、これもやんない方がいいと思います。 はい、コンテンツヘッダー、この辺もですね、やんなくていいです。で、お知らせ場。お知らせーっていうのは今、なんか横に流れてますよね。このオレンジ色の、これです、これです。これを設定できます。で、えー、ヘッダー、下部に表示が基本だと思いますね。あるいは表示しないどっちかです。表示しなければこれが消えます。で、ヘッダー、下部に表示。すると出てくるんですけど、これ出てくるには条件があります。 この下ですね、表示タイプとか、ここ、この辺を入力してないと出てきません。ここ空白だったら、下部に表示っていうのをチェックしても出てこないんで、えー、お知らせ内容とリンクを必ず入れてください。はい、そうすると、ここ、まあ、狙ってんでね、お知らせとかしやすいですね。はい、なんか商品持ってる人は、その商品のページ誘導したりとか、まあ、アフィリエイトやってる方は、その制約しやすい記事をここに貼ってみたいとか、まあ、いろいろありますね。 これ、リンク外すから消えるんですかねちょっとやってみますね。ちょっと忘れちゃいましたけど。一応、流れることは流れるんですかねはい。この辺ね、いろいろやっていじってみてください。で、変更した場合は公開を押します。はい。で、公開を押さなかったら、はい、あ変更を反映したくない場合は公開を押さずに戻ってください。はい。次、パンクズリストですね。まあ、これはいいですよね。いじらなくて。で、この辺は、あとはもういじらなくていいです。はい。もう、あの、初心者の人がいじると。 どこいじったか忘れちゃうんで、落ちていいです。次がヘッダーですね。ヘッダーはこの上の部分を言います。はい。この赤い部分ですね。なんで今ヘッダー背景色赤になってます。これをこう変えると色が変わりますね。はい。まあ、ちょっと戻しますけど。で、ヘッダーの文字色も変えれますと。文字色今白になってますね。このなんか上司から逃げみたいなやつですね。これが白です。で、画像サイズというのがあります。 でここにロゴの画像を設定できるんですねで。そうする場合、この画像のサイズをここでいじれます。はいまあ、このサイトは、ね、設定してないんですけど、僕のメインのサイトとかは普通に設定してるんで、えー、ここで画像を大きくしたり、えー、して調整します。まあ、画像をセッティングするのはいいんですけど、画像が小さすぎたりとか、なんか逆に大きすぎたりとかもするんで、まあ、うまく調整,してきす調整していただければと思います。まあ、一応、サイズが、ね、推奨サイズみたいなのが書いてあるんですごい分かりやすいですよね。 ヘヘッッダダーーのレイアウトヘッダーナビを下にってありますこれ左寄せとかもあるんですけどこれ全部一回ねこういじってみるといいと思いますねこれ入らなくなっちゃうんですね <laughs> なんでこれヘッダーナビを下にします、はいまあ、基本は下これでいいんじゃないですかねあと右,右寄せ右寄せにする場合はあのブログのタイトルを短くしないとさっき見たこうなっちゃいますねはいですね この辺いじっていただいて、あとヘッドバー追従設定ってのがあります。まあ、この辺の間は別にいいかなと思いますね。ちょこちょこいじって、まあ、あの、お気に入りのデザインがあればってことですけど、まあ、こだわるぐらいだったらスルーでいいと思います。で、追従ってのがあります。PC で追従、僕はさせてますかね。この、ここですね。追従ってこれですね。この上がついてくるかついてこないかってことです。チェックを外すと、上がついてこないです。チェック入れると、上がついてきますよね。 こ,れこんな感じでついてくると。はい、で下は SP なのでスマホですね、はい。PC とスマホ、各自に設定できるということですね。はい、でヘッダーバーの背景色、えーまあ、この辺も,もまあこだわる人は設定していただければと思います、はいで。キャッチフレーズの表示位置なんですけど、ヘッダーバーに表示と。 キャッチフレーズ、僕設定してるかちょっとわかんないですけどねあ。設定してますね。設定してる場合、ここにね、こうこ,こにこう出ます。上です。はい。まあ、なんかあのセッティングしていくといいかもしれないですね。なんかキャッチフレーズがあると、なんか、ちょっとね、あの気を引いたりとかもできるんで。はい。で、この辺もね、あの、まあ、デザインに関することなんですけど、まあ、 じゃなくていいと思いますよ。そんなに影響しないと思うんでね、制約とか。っていうかしない、しないですし、それより記事変えた方がいいと思います。で、次、フッターですね。フッターは一番下のことを言います。この辺ですね。これです。はい、ここも色を変えれます。はい。まあ、ここは色を変えるか変えないかでいいと思いますね。背景色と文字色うを変えて、あと、ウィジェットエリア。背景色ちょっとつけてみましょうか。この辺ですね。この辺につくということですね。 ま僕はあんまつけないですけど。まあ、この辺も後回していいと思います。はい。で、次、サイドバーですね。サイドバーは、えっと、あ、基本的には表示しますね。はい。なんで、初期設定でいいと思います。表示したくないページがあれば、表示、このチェックを外せば OK ということになります。で、サイドバーの位置は基本的に右にしといてください。なんで、もう初期設定でいいということですね。で、次、トップページですね。トップページのメインビジュアルは、 えっと、まあ、画像を出すとですね、このでっかく表示されるんですよ。滑るの場合、最初、さあ始めようというのが出てます。はい。で、このさあ始めようが邪魔だっていう人も多いんで、表示しないでいいと思います。はい。で、画像にこだわりがある方は、画像でしっかり自分の画像を用意してセッティングするというのがおすすめです。で、セッティングするときは、 この辺に画像選択タルで、ここにアップロードします。こんな感じで出てきますんでね。ここにアップロードすれば OK です。ファイルアップロードっていうのがあります。はい。で、ファイルを選択できるということですね。あと、ドラッグドロップでピュッと持っていくこともできます。ということです。はい。で、さあ、始めはここに変えますね。さあ、今ここにしましょうあ分か。わかんないですけど。報道しよう。サブテキストも入れられます。 メインが大きくてサブが小さいということになります。まあ、あといろいろ設定できるんですけど、まあ、初心者の方は別に表示しなくてもいいかなと思ったりしますね。まあ、一応メインビジュアル、この、なんですかね、この部分がセッティングできますよということだけを押さえていただければいいです。 で、記事スライダーですね。で、設置するとこうやって横に流れるやつが出てきます。今、こう、ちょっと動いてると思うんですけど。こうですね。ここですね。はい。で、えっと、いろいろ設定できます。これも。はい。並び順を投稿日とか入れ替えたり、あと、枚数ですね。スライダー、これ5枚になってます、今。はい。できたります。スマホだと 2, 2とかね。えー、いろいろできますし、スライダーのアニメーションの速度。 これもっと早くできるんですね。やったいじったことなかったですね。早いですね。<laughs> で、切り替わる感覚もちょっと変えましょうか。速くなりましたね。ずっと動いた感じになりますね。で、これを速度を速くすると、<laughs> これはちょっと集中力がなくなりますね。 はい。ちょっと音が入っませはい。元に戻します。まあ、これもですね、基本的にはいじらなくていいですし、はい。えっ、ー、と、まあ、設置しなくていいかなと思います、最初は。はい。別に設置しなくても全然、あの、制約とかしますから、大丈夫です。で、次ですね。ピックアップバナーっていうのがあります。これもまあ、いろいろできるんですけど、初心者の方はとにかく、記事執筆、頑張っていただければと思いますね。 投稿固定ページです、まあ、この辺はですね、タイトルはまず更新日にしておいた方がいいかなと思います。はい、じゃないと、公開日だと、ね、古くなっちゃうんでね。2020年に公開した記事はずっと2020年になってしまうんで、まあ、更新日がいいかなと思います。でえー、日付を表示しないという選択肢もありますね。こんな感じで。はいで、まあその まあどういう,うあれにするかっていう感じですね。はい、で、あの更新頻度があんまりない場合は、これ表示しない方がいいですね。例えば、ブログ作ってずっと放置するんだみたいな感じだったら、その日付は表示しないということです。で、どん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 更新して、まあ、新しい記事ですよっていうのをアピールしたい場合は、表示しといた方がいいですね。はい。どういう運営スタイルかによります。はい。ただ、まあ、表示しなくてもいいかなと思ったりしますね。 で、次がアイキャッチ画像ですね。まあ、ここはこれでいいです。で、コンテンツのデザイン。まあ、これもですね、えっ、ー、と、まあ、見出し2のデザインを変えれます。はい。この見出し2のデザインって何かっていうと、見出し、こう、見てですね。まあ、ここのデザインが変えれるってことですね。これが。これが帯から塗りつぶしに変えると、この帯じゃなくなるんですよ。で、僕は帯好きなんで、<laughs> 帯にしますけど。 はい、まあ見出しの、記事の見出しの設定が変えれますと。で、まあなんか、この辺変えるのがめんどくさいという人はもう初期設定でいいです、全然。はい。で、次が、えー、目次ですね。これも初期設定でいいですね。で固定ページに目次を表示するかしないかだけちょっとですけど、これは表示しなくていいと思いますね。はい。なので、チェック外していただければと思います。まあ、お問い合わせフォームとかに目次あってもめんどくさいんでね。 まあ、お問い合わせフォームは目次作んない、あの、見出しを作んないんで出ないと思いますけど、どちらにしても。まあ、でも、あの、基本的には外していいんじゃないかなと思います。ただ、それブログの、なんていうんですかね、形によってだいぶ変わるんで、臨機応変にという感じにはなりますね。で、SNS チェアボタンもこの辺もいいです。そのままで。はい。記事したエリア。まあ、著者情報を表示とかね。えー、この辺はちょっと大事ですね。著者情報を設定してない場合は表示しなくていいです。ただ、設定してる場合は表示しましょうという感じですかね。 で、関連記事エリアを設定できます。はい。で、このコメントエリアっていうのは結構大事で、コメントエリアは基本的に表示しなくていいんじゃないかなと思ってますね。なんで、こう、取りますと。はい。コメントが、なんか変なコメントがいっぱい入ってきたりする時もあるんで、ただ、そのサイトによってはコメントが欲しいっていう場合もあるんでね、音楽教室の問い合わせみたいな、えそういう場合もあるんで、まあ、ここも臨機応変になります。まあ、この、ここで操作できるんだっていうのを分かっていただければと思いますね。で これで、一緒ですね。で、あと、アーカイブページとか、まあ、いろいろできるんですけど、ここはもうスルーでいいです。最初は。もう30記事とか言う50記事書いてから、いろいろやってください。はい。で、×で戻れます。はい。次、カスタマイズですね。で、カスタマイズなんですけど、おお、あ、これ、さっきやったしね。ごめんなさい。ウィジェットですね。ごめんなさい。ウィジェットです。 ウィジェットはサイドバーとかをいじれます。ここにサイドバーを貼れたりとか。はい。で、ここの左側の、そうですね。カスタムイ目次を選んで、なんかどこに入れるみたいな。で、まずやっていただきたいのが、目次を追従サイドバーこれ。これですね。追尾サイドバーでした。ごめんなさい。ウィジェット追加。これはやった方がいいですね。はい。あと、プロフィールが決まっている場合は、プロフィールのサイドバー。共通サイドバーがいいですね。これ追加。 プロフィールそうすると、プロフィール入れられますんで。まあ、僕はもうすでに設定してるんで、もう削除しますけどね。はい。こういう感じで設定していくといいと思います。はい。で、えウ、ー、ィジェットは、まあ、あと、いろいろ設定できるんですけどね。フッターとか。これ、名前覚えておけばいいと思います。まず、フッターは記事の一番下のところですね。はい。で、えっ、ー、と、サイごめんなさい。こっちから行かないといけない。共通サイドは、サイドバーです。はい。で、スマホ版は、スマホ版のサイドバー。トップページのサイドバーもあります。 追尾サイドバーっていうのは、この、こう下にこう行くじゃないですか。外についてくるやつですね。例えば。これこう下行ったときに、ずっとついてあ、これ、ゃないですね。こう行ったときに、これ、目次だけついてきますね。この辺。ずっとついてきますね。ずっと右だけ出てます。これが追尾サイドバーです。はい。なので、基本、目次だけ入れとけばいいと思います。 僕めっちゃ言ってますね。<laughs> これ昔のブログなんであれなんですけど。ちょっとやめましょうか。マあこは消しときます。基本、目次でいいと思いますよ。目次となんか売りたいサービスがあればそれの、それだけひ、ね、引っ付けてもいいかなと思いますけど。あと、固定ページ上部、下部。この辺は言わなくていいと思います。で、次が、記事上部、下部ですね。で、CTA ビジット。ここはね、設定した方がいいですよ。ここは自分のサービスとか、記事の下に、 例えば、申し込みはこちらみたいなのを入れたい場合は、CTA ウ,ウィジェットに、えー、と入れます。まあ、これもですね、ただ、記事がいっぱいできないと作れないと思うので、まずは記事を書くというのが大事ですね。で、関連記事、上、下はなくて、やらなくてよくて、あとはフッター1、2、3を設定すればいいと思います。フッター1は左側です。2が真ん中、3が右側です。で、1しか設定してない場合は、多分前面に出るはずです。はい。で、1、2、3全部 設定していると、左、真ん中、右という感じで出ますという感じですね。はい。で、次がメニューですね。はい。メニューは、うーんこれは難しいんですけど、おまあ、この左からこう選ぶと、フォームとか選んで、その記事の上、例えば、これですね。このまとまりを作ります。基本的には、ここと、このヘッダーと、 ヘッダーだけ作ればいいんじゃないかなと思います。このフッターですね。あここの 2, 2箇所だけ作ればあいいと思います。だからヘッダーとフッターだけあれば、基本的には初心者の方は OK だということですね。はい。で、ここはメニューでこれでおしまいですね。で、あ、追加方法言いましたかね。これ、ホームをこの辺全部チェック入れてメニュー追加するとこの右に入ってきます、ねはい。で、消すときはここを開いて削除ですね。 はい、で、グローバルナビ、スマホ用ヘッダー当たるんで、まあ、グローバルナビは上の、さっきの上の方ですね。あ、安藤さん、そうしちゃったらやばい。ここですね。ここですね。で、フッターが下ですね。一番下です。フッターが一番下。はい。やはフッターってクリックチェックありますね。はい。なので、これはあのヘッダー用なんで、フッターにはチェック入れずに、また別にフッターというのを作っておいた方がいい。僕はいいかなと思ってますね。 これじゃなかったこここチェックいいてますはいまあ、こんな感じですね。まあ、これもですねあの、ある程度慣れてからいじ,いじっていけば、いじればいいと思います。自分でいっぱいいじってカチャカチャやんない,やんないとわかんないんで、えーまあ、カチャカチャやってください。まあ、ここをミスしてもですね、そんなに影響しないです。はい、なので、まあ、カチャカチャいじ,いじって大丈夫な場所なんで、えー、メニューのところはいろいろいじってみてください。 はい、で次、プラグインですね。プラグインはまあ設定するときにいじったと思いますので、まあ、ここは割愛します、はい。プラグイン新規追加で新規のプラグインが入れられるというところですね。はい、でインストール済みのプラグインがここに一案出ますということですね。で次、ユーザーですね。ユーザーはその新規追加で新しいユーザーの人を追加できます。はい、メールとかを、メールアドレスとかをもらうと、ですねパスワードを付与できて、まあ、ライターさんとかに依頼するときにログインしてもらえるんですよ。 ようにできるということですね。新規追加を押すると、こんな感じでユーザー名を入れられますと。で、メールアドレスを入れますと。この二つだけ必須なんですよね。はい。で、あとは、あの、入れなくてもよくて、パスワード。このパスワードを、まあ、渡すわけですよ。ライターさんに。そうすると、このユーザー名とパスワードで、このワードプレスにログインできるということですね。はい。で、権限グループというのがありまして、ライターさんだと編集者でいいのかなと思いますね。投稿者でもいいですけど。 この権限によっていじれる場所が変わります。はい。例えば管理者は全部いじれるんですよね。ただ編集者だとプラグインがいじれないとか、まあ、そういう感じになりますね。はい。記事投稿はできるけど、プラグインがいじれないと。え、投稿者はどうだったかなとちょっと忘れちゃったんですけど、なんか記事の公開はできないとか、なんかそういういろいろあるんですよ。はい。なので、そのライターさんの、何ていうんですかね、えー、まあ、やってほしい作業とかに合わせて権限グループを付与します。っていう感じですかね。 編集者ですかね、基本的には。投稿者か。どっちからですかね。管理者はちょっと与えない感じですかね。本当に何ていうんですかね。あの、ある程度できる人にプラグインを見てもらいたいとか、あの、信頼できる人だったら、この管理者でいいかなと思います。はい、でツールはまあ、初心者の人はちょっとスルーします。ごめんなさい、今回は。で、次、設定ですね。まあ、この辺はワードプレスの初期でやったと思うんで、あれですけど、タイトルを決めたりできますということですね。 はい、で、えーまあ、ここはでもあれですね。うん、初,期初期の設定のときなんで今、今、ちょっといじるものではないかなという感じです。なので、最初にちゃんと設定していれば OK という感じです。はい。で、SEO パックですね。これはシンプル SEO パックというプラグインが入っていれば出るところですね。はい。これも、えっ、ー、と、SVEL の公式ページにあります。はい。なので、そこを見てください。SVEL の。えー 公式ページというか、まあ、公式サイト、スウェル購入したサイトですよね。にマニュアルがありますんで、えー、そこを見ていただければと思います。あと、グ、えーグルで、スウェルプラグインとか、SEO シンプルパックとか。で、えー、スウェルとプラグイン名で調べると、まあ、いろんな記事出ますんで、それを見ていただければいいなというふうに思います。はい。で、あとが、再利用ブロックというのもありますね。これはちょっと、今回はなしですかね。はい。 まあ、あんまり使わないと思います、こっからは。で、えー、あとは、ちょっとこの辺は僕が変なプラグイン入れてるんで違うかもしれないですけど、基本的にはここまでいじれれば問題ありませんので、えー、まあ、今この動画の手順で、特に大事なのはこの外観ですね。外観でデザイン決められますんで、ぜひ、この外観のカスタマイズ、ウィジェットあたりはあのいろいろいじっていただければと。あ、カスタマイズ、ウィジェットメニューですね。この3つは、まあ、いじっていただければと思います。 はい、でちなみに、この一番下メニュー閉じるって押すと、これ閉じちゃうみたいなんで、ちょっと気をつけてください。まあ、これでやってもいいんですけど、結構僕ね、これだと分かんないんで、こう開くようにしてます。はい。そうですね、これ何が何だか分、ま、かんないですよね。これじゃなくて、そうですよね。閉じちゃうと、これ。初心者の方だったら、本当にわ,わけ分かんなくなっちゃうと思うんで、これを開いていただければと思います。はい。 まあ、ざーっとでしたけれども、大事なところは、この投稿と、まあ、固定ページ、そして、ブログパーツ、広告タグ、吹き出しですね。あと、まあ、スウェル設定は公式サイト見ていただいて、あと、外観のカスタマイズビジェットメニューですね。はい。このあたりがよく使うんで、えー、この辺を確認していただければと思います。では、今回以上です。ありがとうございました。